この間、はい、川崎のアンダーアーマーにメジャーリーガー来たの、あれ、はい、あれ行った時、そうっす、ちょうど僕いて、イチロー選手をまあ師匠と言いますか、うん、すごい尊敬している人で、うんうん、ジャパニーズレッドモンスターに殺到、箱でスタンドを届けて感動、真っ赤な情熱注いで滑走、覚悟も感動も全部アトバッソ。あの広島も6位が、指定席みたいな時代が、5位6位が暗黒時代がありましたね。暗黒時代ありましたよね、はい、暗黒時代の方ですよね、最初ぐらいの方。そうですね、暗黒時代でした ね、暗黒に入った方ですよね、暗黒の時代。はい、僕が辞めた次の年から、もう明るい明るい世界に CS 優勝ですよ。そうか、そっから3連覇なんで、いい戦力外になっちゃった。いい戦力15年、14年までいたんで、はい、そうか、14年までいて15年ペナントから、だからだ、15年はあの疑惑の甲子園のホームランで、ね、あの年はもういなかったってことですか。もういないですね、はいはい、そうなんです。私があのお寺から降りたやつ。ああ、そうなんですね。私お寺から降りてそのままあの甲子園球場に行ってますから。あ、そのままダイレクトで、ええ、あ、高野山から甲子園に行ったんですよ、お寺から降りて。あ、そうなんですね、ええ、で、そのまま、10月ですかね、はい、ええ、あの時、また見てたんですよね、甲子園の試合。あ、だからその年にはもういなかった、14年ですよね。そうです、もう普通にアンダーアーマーで、ええ、あのグラブ打ってましたね。あ、あのさ、はい、この間、はい、あの川崎のアンダーアーマーにメジャーリーガー来たの、あれ、はい、あれ行った時、そうっす、ちょうど僕いてでしょ、やっぱり。そうです、朝電話があったんですよ、はい、本社の木田さんから。あーはーはー、あの木田さんってあの阪神、はい、広島に寄られた木田豪、オリックス横浜ですかね、はい、そこから電話朝あって、ドジャースのゴードンってわかるか、わかりますね。ドジャースのゴールでわかるか。前の日見てたんですよ、でもメジャー、うんうんうん、で顔見て、うわこの人かっていう感じ で、うんうん、でゴードン選手がちょっと来るかもしれないからと、うん、ドジャースのゴードン知っとるだろうっていうから、マリナーズにもう今映ってるって。そうですね、はい、イチロー選手をまあ師匠と言いますか、うん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 、すごい尊敬している人で、うん、この前の引退試合の時も、うん、こう涙をこう、あ、泣いてましたね、はい、ゴードンね、はい、日本のアンダーアーマーが見たい、アンダーアーマーショップを見たいと、うんうん、いうことで、あの来られて、うん、でスパイクとか、うん、あとはバッティンググローブとか、うんうん、あとはウェアとか、うん、全部で全合計26点26 買っていきました。爆買い、だってそんなんだって、それこそアンダーアーマーさんに言ったら、はいはい、全部オッケーオッケーじゃない、違うんだ。いや、いや、そうでもないんですね。そうじゃなかった、もう、はい、全部自分から、まあちょっと、まあ、割引もありますけど、うん、はい、全部あのカードで一貫で、うん、はい、買っていきました。そりゃまあ言ってもね、ゴードンの年俸、ガミさん、ゴードンの年俸出てきます？ 5 年で59億円、だから、そうか、5000万ドルってことですね、だから10億円、約日本のレートで10億円ですね、年俸。10億円。の5年契約ですよ。それが急に来るんでしょ？急に来ましたね。うん、木田剛さん、はい、伝達のもと。そうです。靴のサイズは 27.5 センチでした。まあ普通ですな。普通で、うん、ちょっと靴心配したの、靴見たい、シューズ見たいって言ってたんで、うん、あのサイズ大丈夫ですかねって言ったら、うん、27.5 なんだ。それはね、アップシューズ両方なんかいろいろスパイク、スパイク、はい、スパイクを買ってたんですよ、あの製品を、はい、開幕戦で履いてたかもしれないですね。ああ、これをって売ったやつを。そうです、3年連続盗塁王とかですよ。いやいや、3年連続盗塁王してるようなね、足をお持ちの人が既製品を買ってくるんですね。もっとこう軽めにとか。いや、でも履いた時すごい興奮してましたよ、うんうん、おー、ナイスみたいな。
なんか意外ですよね。いやああいうもんってちゃんとなんかそういう道具係、用具係の方が一人選手ね、はい、何人かに一人ついてて、はい、じゃあこれをこんな感じでとか、あ、まあまあ、歯をちょっと短めにみたいなんで、いろいろやるのかと思いきや、逆にメジャーリーグの方が意外とそういうのじゃないのかもしれないね。なんかすごく庶民的で、うん、すごい親近感も、うん、湧いてくる選手。当然言ったわけでしょ、私もベースボールプレイヤーだったという、はい、それは違う社員の方から紹介をしていただいて、うん、おおみたいな、おおうんそうそうそう、俺に投げるかいみたいな。いやそれはちょっとさすがにね恐れ多いんですけどだって恐れ多いっつったって30歳ですよ。いやいやもうすごいですよこの選手。何個下？88年。1個下ですね僕の。そうでしょ、はい、後輩ですねその打った木製バットにサインもしてくれて、ああ2015年の、うん、なんかすごい首位打者とか取った時の、取ってます3割3分3厘、すごい時の、ああ205安打、はい、記録の時のサインをしてくれたんですよね。はえどういうこと。そうだからマイアミにいる頃ですね。だからマイアミで、はい、その首位打者取ってキャリアハイと言いますか、ああ、はい、その時のでマイアミに移った年ですね。だからなんか写真ありますね。ドジャースからマイアミに移った年に首位打者取って、でマイアミ3年契約終わった後に18年、はい、去年からシアトルに来てるんですわ。15年すごいですね、首位打者盗塁を。200安打打ってますね。200安打打ってるんじゃない。だからその時のサインずっと見せて、はい、ああこれはでもあれでしょ、もうアンダーアーマーに置いてある写真でしょ、はい、このバットはだって斎藤佑樹邸には持ち帰れないやつでしょ。持ち帰れないですよ、飾るように、うん、はい、私用にっていうのはなかったんだ。僕用ですか、うん、いやそれはもう仕事中だったので、うん、まあ、そういう個人的な写真とかも撮らなかったです。それはその写真は個人的なだって今あるとこれ個人的なやつじゃないと、これ仕事用。ああでもこれは言ったら取ってくれたんですね。ああ取ってくれて、はい、取ってくれたんですけど、うん、これは使ってないですよ。使ってない、はい、これは動画があって、動画まであるじゃん、はい、うわーゴードンほら、いやー動画はダメだね流したら。うーわーゴードンね、ちょっとこの左バッターで この辺でこうやって打つでしょ。あそうですね、はい、こう打ってパチンと打ってこう走る、これが僕した刺繍です。へぇー D9 でお願いって言って、井戸とかはセンスで、うん、D9 でお願いって言われたんだ。はい、ゴードンさんの名前が、うんうんうん、ディバリス・ゴードン。あ、そう、ディバリス・ D ・ゴードンです。あ、ディバリス・D ・ゴードン、ディバリス・D ・ゴードン、だから D ・ゴードンってことね。そうです、でだから、T みたいなもんでしょ、うん、T 岡田みたいなもんでしょ。ああ、そうなんですかそうでしょT 岡田みたいなもんでしょ。そうですか、 T ・ D ・ゴードンだもん。あ、 T ・岡田みたいなもんでしょそういうことですね。DD ゴードンですね。DD ゴードンですね。優勝見とらんのじゃ。そういうね、やってれば。だけどそういうアンダーアーマーももうお辞めになるし。そうですね。すごいお世話になったんですけど。はい。すごく良くて、うん、いい自主トレキャンプが過ごせたんですけど、うん、そのオープン戦最後の試合ですよね、うん、もう、うん、ローテーション決まるっていう時に、うん、練習で背中やっちゃったんですよ。背中肉離れになっ